セブンツーにやってきました。あ、やばい、一人ごと。綺麗に山が。あれ、動物最悪のポジションに行きました。続きまして、6番ホールハンディキャップ1、パー5になります。かなりのドッグレッグ。見てもらうとこういう左ドッグですね。でも見た目はそんななんか難しい感じはしないんですけど、まあ打ってみて難しさを実感したいと思います。とりあえず右が OB なんで右だけ気をつけたいと思います。すごいこうステップがいいね。ステップ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 、このリズム、ステップステップ、足をステップ踏むことでこうつま先に意識がいくかも。ここはウッド狙わないで刻みます。バンカー左狙い。最悪のポジションに行きました。ちょっと悩ましい。おお。お。大きいもあるけど、覚悟でだったらいける。27。7で低く。バンカー、これは結構ピンチです。あ、やっぱり今日変なとこに当たってるね。今日こんななってる。入れたい。今日一の後のダボ。がっくし。がっくしです。自分にがっかり。次行きます。前向きに行きます。ミスを引きずらない。バーディーを取ればいいんだ、どっかで。よしよしよし。よし、切り替えます。ここからですよ。ここから巻き返しですよ。今日はじゃじゃじゃん、塩飴を買ってきました。こういうのも熱中症予防にすごくいいですね。炎天下塩飴。さらに塩分といえば梅干し。梅干し大好き、三枝心です。では、今日も暑いけど、やっぱ軽井沢はなんだろう、気候がカラッとしてて暑くても暑く感じないですね。すごくいい感じです。え、さっきどんな風に言ったっけ。すごい良かったんだよね。あ、そう、ステップだ。ステップステップ、ちょうどいいとこまで。150ヤード、ユーティリティで打ちます。あ、ダメだ、今負けた。なんかうまく打ててないぞ。うまい。
ギー。残念ボギーです。あそこアンバートで入れたら違ったもんな。次はね、うわ一番後ろだ、ここ前に腰引かない。おー今腰頑張ったよ。腰頑張った。バチグやれるよ。いけそうだよ、いけそう、いけそう、いけ声。Tショット当たってくれたから。これはいくよ。これパー取るよ。何度しても。と思ったら意外とあるな。意外とあるじゃん、やっぱり。150以上あるわ。なんかさ、私結構多分喋るの好きだから、独り言でも本当は喋ってたのがいいかもしんないなっていうのは思う。結構試合だと、どうしようどうしようってなってる間に終わっちゃう。心の中で思ってるしかないからさ、キャディーさんじゃないけどね、自分のキャディーがいるわけでもないし、うまくいかなくてもなんかこう明るくなれるような何か考える、うん、プロによく聞くのはやっぱ前のこと考えないっていうね。分かってるんだけどできないんだよね。分かってんだけど背中が超丸くなってる、この感じ。なんか歩き方とかなんとかやっぱ80代で上がれればっていう自分の中であるから、89でもそれはいいと思ってて、魔物が住んでるんですよ、試合。よし、159、161の上げ上げ。やりたいことはたまにできてる、うん、もうね、うん、悪い時は全部こっちがこうやって引けちゃうから、こうこう行きたいんだけどね、うん、こういう感じで370、もう一個前ですね。ね、天気にも恵まれて、これね多分今44ペースかな。ここやっぱね80代でね、いくら年満とはいえね維持をしてたいと思います。さあ日帰り一人旅楽しかったでしょうか。すごく独り言が多いのとおしゃべりが多くて私も楽しかったです。なかなか最近ね一人でやってるとこ見せれてなかったんで、昼はどんな感想だったかたくさんお待ちしています。最後
ちまーす。で最後のショットなんなかったらどうするんだって話だよね。あー腰引かなかった、頑張って5。あー弱かったか、ちょっと噛みましたもんね今ね。あ噛んだ後には自分でいいには満足ですね。89でした。大会まであと2ヶ月切ってますね。今日回ってみて思ったのはショットの安定さがない。ただその分グリーン周りは、まあ、すごい片足打法とかで練習したんでかなり良くなってはきてるんで、そこが良くなってる分ショットも安定できたら、まあ、80後半、まあ、5、6ぐらいで回れることが目標ですね。では一人旅、いや意外とね超楽しかったです。なんか、まあ、一人旅って言ってもねカメラの方が一緒にいるんであれなんですが、結構自分的にはもう一泊したいなぐらい、まだ残りたいなと思うくらい気候が良くて楽しかったです。皆さんもぜひ応募してみてください。一緒に出ましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。